作家が彼らのおかげで楽しいってまた思えるようになって、一緒にプレーさせてもらって、やっぱりこう知的障害を持った選手の皆さんってみんなってすごい純粋なんですよ。でまっすぐで一つのことをお願いして、それに対してはすごい長けてる選手もいれば、二つのことをお願いしたらちょっと分かんなくなったりとか、本当にいろんな特徴を持った選手がいる中で、でもこう見てもらったら分かるように、普通にこう健常者と変わらないようにサッカーができて、俺より上手い選手もいっぱいいるし、
ボールを渡りたいって、一歩ずつで最後やられたんですけど、それ以外は多分、タックルされてどうするのかやっぱなくて、ボール前でしっかり正面だったりとか、クロス投げる前に、またいテンポで、体をつけたりとか、テンダのボールカバーもあったし、ボール前でこうボール守る意識がすごいいいと。でも、ちょっとしたところ、相手より一歩先に触れなかったとか、ちょっとボール見すぎたとか、そういうところで、そういう隙をやっぱ疲れるから、そこをできるだけ少なくないように。回していきましょう。で、風向きは後半宇宙道有利不利有利だよね。で、相手のボールキックもやっぱ飛ばすのがすごい難しいってことは、前の選手は特に失敗するかもとか、ここに来るかなっていうのを常に考えてて、できたらそのボールもコントロールしてシュートを決めるぐらいの感じで、一回それを見しとけば相手も脅威になるし、打ち止まってディフェンスもグッて食いつくから、そこでもワンツーとかそんなのも織り交ぜてやりましょう。全然悪くないので、取られてすぐ取り返したっていうところも良かったと思います。後半はゼロで行きましょう。で、三宮さんに左のセルバックに入ってやってもらって、やることは一緒ね、いいかな。よし、ナイス、はい、フューチャーズで知的障害者サッカーチームでやっている理由としては、ものすごいこう純粋に目の前の戦い、目の前の目標、1試合に対して取り組むんで、やっぱ見てるとすごい感動をもらえたり、心を動かされたり、すごいいい試合するんで、ぜひ見に来てもらって、いろんな人にうわ明日頑張ろうって思えるトップチームだけじゃなくて、こういうフューチャーズの選手たちからも感動とか勇気とか、そういうのをもらってほしいなって思いますね。すげえ楽しかった。100万円のまなみさんめっちゃ成長しました。決めていくからね。簡単なスピードも上がってるし。ボール持ってない選手が僕じゃないですか。変わる方が勝ってる。寒いから短い時間に集中して頑張ります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。中学生の九州にいい流れでいい内容で結果も出すというところを
社会人リーグのところでチャレンジして出てみらせてくださいというところを、まあ、出たメンバー残念ながら出れなかったメンバーいましたけど、出たメンバーはピッチの中でそういう表現して最後のアディショナルタイムまで諦めずに初戦に打ち勝ったけど最後の4点目を取って勝ち切れたというのはすごい不思議な力になったのかなと思います。またちょっと出れなかった選手も後半からでも出れる準備心も体もというところでしてチームの荷物とかもしっかり管理してくれて、そういうところからチームも違くなって認めた試合だったと思いますので、まあこれを次の試合も練習からも活かしてやっていくので、チームとしてまた強くなるので、まあ心だけでやってみましょう。いいですかね。はい、久々に僕一緒に今日試合させてもらって、なかなか来る機会がなかったんですけど、今日久々にみんなのところに行って一人一人のこうサッカーの面の成長もすごく見れたし、ベンチの選手も一緒にこう同じ気持ちで戦ってるなっていうのもすごい感じて、すごいチームとしてまとまりが前僕が来た時より出てて、あとは一緒にプレーした選手は仲間として一緒に戦ってる中ですごい頼もしかったです。ボール持ってない時にみんなが仲間のために動くし、相手ボールになったら近くの選手がすぐ守備に行くし、最後点取られて引き分けで終わるかもしれないけど、最後まで諦めずにやって相手ゴールを目指した姿勢とかメンタルの部分の成長ってもすごく見れたので、僕も負けないように頑張りたいって思うぐらいすごく今日感動したし、一緒に戦えて幸せだったなと思いました。これからそれぞれ成長していってフューチャーズも大会がいろんな大会ありますけど、みんなでまたいろんな目標、個人の成長、個人の目標に向かって頑張ってください。で僕も一緒になんか力になりたいと思うので、またこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。どうした今日は勝ちましたけど、まだまだ満足してもっと強くなるように頑張っていきましょう。はい、よーお、ありがとうございました。はい、はい、もうちょっと本当だったら中を締めておきたい、外にボール出してほしかったけど、でも俺も戻る時間があったから多分迷ったと思う、はい、外のやつついていくかこっち取った方がいいのか、だから俺も声かけるし、でもし俺が戻ってこれないってなったらもう中のあのスルーパスを出させないように中のポジションを取ってもらって外に出させる、まあドリブルでも外に行かせるっていう、中を通させないっていうのももう次の優先順位、俺がでもサボったちょっと気持ちが弱くなって申し訳ないと思ったけど、申し訳ない、いやありがとう。仲間と一緒に一つの目標に向かうっていうところで、サッカーの根本の楽しむっていうことをすごい味わえてるし、やっぱ自分自身もこう人として成長できるっていうところと、もっとプロサッカー選手として技術的なところもだし、戦術とかこういう時はこうするっていう各場面での適用っていうところを落とし込むっていうところで、お互いなんかこうウィンウィンな関係でいい部分を刺激し合って成長できて、ものすごい楽しいんですよ。充実してます。あの監督の伊沢さんとか、今日ゴールキーパーをしてくれた磯田さんだったり、あとフォワード兄ちゃん、あのゴー君だったり、あ、そうそう、高志郎コーチもですよ、はい、忘れてないですか、すいません、高志郎コーチ、健常者と知的障害の選手と一緒になってやりましたけど、あの監督とかスタッフがまっすぐで本気なんで、だからやっててこう熱いもの感じるし、やりがいも感じるし、すごいあの人のために頑張りたいって、現役時代監督のために頑張りたいってプロの時思ってたぐらいの感覚としては思って今やってるんで、だからなんなら本当にこの県リーグ今5部ですけど、4部、3部、2部って結果っていうところもこう選手たちと一緒に追い求めながら体動く限りやりたいなと思いますけど、県1部リーグから J2 まで行ってるんで、2部、3部、4部、5部ってやったら全国になかなかいない選手になるんじゃないかなと思って、5分から J2 までやった選手そういないと思う。5-4-3-2 1部まで制覇します。はい、選手たちと共にありがとうございました。